オーストリア大公ジークムントと婚約者、ラドゴンドド、バロは、火のエレノアとカタリーナ・シュタムス修道院のジークムントと、エレノアの像エレノア・オブ・スコットランドは、オーストリア大公、ジークムントの最初の日、翻訳家。また、一時期オーストリアの摂政も務めた。スコットランド王ジェームズ一世とジョーン・ボーフォートの娘である。エレノアは、スコットランド王ジェームズ一世とジョーン・ボーフォートの 間の6番目の子供である。ジェームズ一世は文学の愛好家として知られ、娘のエレノア及びマーガレットにも影響を与えた。1445年以降、エレノアはフランスのシャルル7世の宮廷で暮らし始めた。1447年、エレノアはフランス王妃、マリー・ダンジューに従い、ルモン・サン・ミシェルに巡礼を行った。1448年、 または1449年に、エレノアは、オーストリア大公ジークムントと結婚した。エレノアは1455年から1458年まで、及び1467年に、夫の摂政を務めた。ハイン・リヒ・シュタイン・ヘーベルは、ボッカッチョの、メーフレツデンの翻訳をエレノアに捧げている。エレノアは、読書を好み、数カ国語を理解することができ、ポントゥスト・シドニアをフランス語から、 ドイツ語に翻訳した。元のフランス語版は1480年から1550年まで数版出版された。エレノアは作品の翻訳に加え女性の政治力を強めるために作品の改訂もいった。効果的な助言ができる女性がいる宮廷のみが政治的安定性を保つことができるためであった。この本は人気を博し多数発行された。 ゴータの図書館に収蔵されているドイツ語訳版には1465年の日付が記されている。エレノアとエリーザベト・フォン・ナス・サウザールブルッケンは三文小説をドイツ文学に導入したことで知られている。エレノアは1480年11月20日にインスブルックで息子、ボルフガングを生んだ時に死去し、シュタムス修道院に埋葬された。ありがとうございます。